いないというか少ないというか。ああでもね、テレビに近づけたいっていう話は一回も出たことがないし、うん、あのだとしたら多分うんこちゃんを公式生放送のアシスタントに頼まないんで、うん、それは絶対ない、ぶっ壊してやりますよ、これ断言できる、うん、テレビに近づけたかったらこの人に頼まない、うん、ちょっと山田さん、なんで軽くディスってるんですか。いやもうこれも断言できる。いやいや、なんで、いやいや、だって俺うんこちゃんがアシスタントになるっていうだけで俺まだニコニコ攻めてるなと思ったもん、はい、まあまあ本当にそうですよね。でもだいぶ丸くなりましたよ、昔に比べて。 とはいえですよ、この人を担当することによって、うん、もう相当いっぱいありましたから。要はその出てくれるはずのゲストがもう一回辞めるだとか、なんだとか、ですよね、それは分かります、ありえるじゃん、いや、それだけのリスクこっちも背負うわけだから、うん、でもそれ、多分会議にかかったと思うんですよ、うん、でもそっちを取ったってことは、俺たちはいいんじゃねえと、いや、僕の、僕のうちのね、一個聞きたいんですけど、え、なんで俺、アシスタント選ばれたんですか、本当に人材、俺、なんで根本で、いや、これ、ぶっちゃけ教えてほしい、俺も聞いたことなかったわ、究極言う、はい、究極言うとね、うん、これ、多分この番組で初めて言うことになるから、ちょっと待って、一回トークバックする、ディレクター言っちゃってるから、一応聞きたいんだよ、俺、なんでかっていうとね、いや、そもそも、うん、はい、知りたい、番組にゲストに来ます、はいはいはい、ラジオもそうなんですけど、基本的にテレビと違って、うん、ほとんどギャラ出さないんですよ、うん、プロモーションなんですよ、はいはい、あのいろんなもので、うん、ね、CM の話があるとか、うん、映画の話があるとか、はい、ね、うん、テレビは別ですよ、うん、で、あのいくばくもちろんギャラを出さないと来ない人もいます、うん、例えばあの、うん、バンド A さんとかああいう人たちはプロモーションないんで出さなくていいじゃん、ああいうプロモーションのない人はしょうがない、お金払って来てもらう、ね、いやもちろんだから石川さんとかもそうですよ、お金、まあ、少なくでも払って来てもらう、うん、でほとんどの音楽ゲストとかの場合はないんですよ、うん、本来は、うん、ないから宣伝をする、うん、だから宣伝の時間が決まってる、はい、ってなると、うん、宣伝にデメリットを感じる番組なんか出るわけなくなるわけですよ、確かに、うん、どんどんゲスト出なくなりますよね、うん、でも僕どこかでそれは嫌だと思っちゃった、うん、要するにそれをやってると、うん、僕らは何なんだろうと、この人の話を本当に聞きたいんじゃなく、うん、この人が10分20分くださいって言って勝手に宣伝して帰るってなったら、うん、正直僕もんこちゃんもあんまり仕事として意味がなくなってくる、確かにそうかもですね、それは正直言うともう台本の通りにただ単に、うん、まあ、ある意味、なんでしょう、ペッパーでもできるんですよ、ペッパー君でも、ロボットでもできるんですよ、うん、次この発売日いつですか、うん、イベントですか、何ですかってなっちゃうのはつまんないよねっていうところから、うん、変な人にも来てもらいたいし、もっと言うと変な人、そう、要はもう、うん、絶対僕の仕事の中では、はい、会ったこともないとか、うん、関わったことがないとか、うん、まあ、そういうような人と話を聞くのは、ね、僕にも刺激になるわけですよ、覆面かぶってたりね、そう、どんなことをそして考えてるのかなとか、うん、普段なんでそんなことしてるのかなっていう、うん、それがまず一番だった原因として、だから最近汚い人いっぱい来てた、で、はい、それでも今度、うん、来てくれるミュージシャンもいるんですよ、はい、でこれは僕は面白いと思ったのは何かというと、はい、そこで例えばうんこちゃんファンにディスられようがなんだろうが、うん、ブサイクって言われようがなんだろうが、なんてもありませんと、うん、要はそんなのもともと芸能界に行ったらもっといっぱい言われるわけで、うん、そんなとこでダメなやつはそもそもダメだっていう、うん、本当にそうだと思う、そういう事務所も出てきたで、僕その時に本当に拍手した、うん、その通りだと、うん、この世界でコメントぐらい言われてなんか嫌だぐらいだったらやめちまえと、うんうんうん、山瀬かっこいいな今日何今日ラジオっぽいじゃん、いやでも本当に今日ラジオっぽいね、いやでも今でも今でもそんな事務所少ないのやっぱり、うん、やっぱりみんなタレント守りたいし、うん、その女優アーティスト可愛いから、はい、このコメントが出た瞬間に何なんですかと、うん、こんな番組にどうぞ出ませんってなっちゃうんで、うんうんうん、僕はでもそういうゲストに関してはふーんと思ってふーんって残念ですねもう心もそっから拍手ですよ、正直思って、うん、そんなんで何してんの、確かに本当そうだ、だって僕も多分石川君もそうだけど、売れる前ですよ、仕事のない前テレビ見てて、僕テレビでずっと文句言ってましたから、ね、うん、言ってましたね、うん、こんなやつがなんで売れてんだとか、うん、なんでこんな面白くないやつとか言ってましたもん、うんうん、それがコメントになっただけじゃない、うん、そうそう本当にそうなんですよ、ね、家でテレビの前では死ねばいいのに言ってたやつ、ね、こんなブス死ねばいいのかこんなやつ売れないよって言ってたじゃないそうそうそう、それだけの話で、でもそんなとこにへこたれないで頑張ってるから今売れてるわけでしょ、そうそう、そこだけなんだよね、そうなので、これに関してはもう僕はあのテレビになってると思えない、ニコニコはそっちに行ってないと思う、まあ、ニコラジはね、うん、ここの空間は特にね、そう、うん、と思うよ、でもこれからゲストはあんま来ないですよねそうね、やっぱりそこまで強気で攻めてくる、山田さんのさっき言ったことでかなり死んじゃうもん、さらにヒートアップしてくる近いからもっと行くべみたいな感じになるからでも、うん、あのね、先週来てくれたあの神谷ちゃんだって、うん、ね、だからもう強気で行ける芸能事務所とそこのタレントさんはどんどん来てます逆に言うともうトリボみたいなよね、そう最高じゃないですか、願ったり叶ったりだ、最高だと思うよ、でそういう人が俺最終的に残ると思うんだよね、うん、ガチっぽくていいじゃない、確かに、うん、いやもうだって俺でさえもう本当に一回やめようと思ったからね、うん、コメントでうんこちゃんを入れて 2,3 週間マジで俺本当にやめようかなんだこいつらと思ったもん、マジっすか、とことん俺が邪魔だ邪魔だ、今でもそうですけど、うん、山田しか喋ってないって言うけど、うん、じゃあいいよちょっと比較にしよう、いやいやいやそんな雑に振られてもそれこそかそれゲストちょっと今喋っていいよみたいな、ね、いい感じでいろんな居酒屋じゃねえんだからちょっとさ